アイテム番号、SCP-2462JP。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。SCP-2462JP の影響下にある一般人は難病治療に伴う入院の名目で財団サイトに無期限に拘留されます。拘留されている人物の一般社会への復帰を目的とした研究が継続されています。精神負担を軽減するため、希望者は健康被害が生じない範囲で雨天時の外出が許可されます。説明。SCP-2462JP は特定の人間に恒久的に影響を及ぼす異常であり、雨天時において抗現象以外に対する知覚能力の消失をもたらします。異常性の起源、原理は解明されておらず、発生時期も不定です。基地の対象には以下のような共通項が見られます。SCP-2462JP の発生時点で、年間降水量が極度に少ない地域に居住していなかった。正確な基準は不明。雨に対してネガティブな印象を持つ。外出が困難になるなどの植物的な理由でなく、雨天時に憂鬱な気分になるといった抽象的な理由による場合が多い。地震の現状、将来、置かれている環境について悲観的虚無的な意見を持つ。精神障害を患った経験がない。対象のいる場所に雨が降っている間、対象の知覚能力は徐々に鈍化します。鈍化の速度は雨量と性の相関関係にあり、最終的には一切の知覚能力が消失します。この影響は幸運ないしそれに伴う現象のみを例外とします。知覚は事実上完全に失われ、対象が知覚可能なものは雨音、雨水、ペトリコールなどに限定されます。対象が降雨範囲から脱することでこの影響は緩やかに回復します。しかし、SCP-2462JP 自体の除去抑制には成功していません。SCP-2462JP を何度も経験した対象は、しばしば自身を雨にさらすことに強い執着を示します。これは雨水以外に対しての触覚の喪失に伴う心理的帰着であり、異常な精神影響ではないと結論付けられています。このような対象は降雨が継続する限り屋外に留まるようになる傾向にあります。突起事項として、多くの事例において、この段階に至っても対象の雨に対するネガティブな印象は変化していません。長期の行動は高い確率で低体温症の発症ないし、それによる死亡を引き起こします。現在、多くの地域で雨天時に多発する変死事件のうちの相当数に SCP-2462JP が関係しているものと推測されています。ほい、インタビュー記録。インタビュアー、小林研究員。対象者、白須光雄、当時26歳男性。復帰、対象は当インタビューの約2ヶ月前、雨天時に低体温症によって病院に搬送された際、SCP-2462JP 非影響者であることが判明し拘留された。対象者には、SCP-2462JP は原因不明の難病であり、財団サイトはその治療のための医療施設であると説明されている。対象者は財団サイトの共用スペースのベンチに座り、外の景色を眺めている。天候は曇りである。小林研究員が彼に近づく。こんにちは。調子はいかがですか？ああ、こんにちは。大丈夫ですよ。病気の方は変わりないですけどね、体調には問題ないです。それはよかった。こういう仕事だと体を壊しても無茶して平気に振る舞う人もいるので、つい心配性になってしまいます。雨に当たりすぎて風邪でもひいたら大変ですから。はは、やっぱり医者ってそういう人多いんですね。いや、こっちこそいつも洗濯物増やして申し訳ないです。小林さんたちに引っ張られないと戻るのもままなりませんし。仕事ですので。しかし、皆さん雨に当たりたがるのは、私からすると少し不思議ですね。何も見えず、触れず、雨音しか聞こえないから怖いというのはわかりますが。ああ、なんて言うんですかね。経験しないとわからないと思いますけど、宇宙に生身で放り出される感じですかね。とにかく、何もないんです。世界と自分との境目がわからなくなって、全部が均一になる、みたいな。なるほど、それは不安でしょうね。だから雨に。はい。雨に当たると、ここに世界との境界があって、その内側に自分がいるって確認できるので、目も耳もどうにもならなくて、能動的に同行できるのは触覚だけですから。でも、なんだろうな。最近はちょっと違うんですよね。違う？雨が降ってない日の方が不安になるんです。感覚ははっきりしてるのに、何か曖昧なんですよ。いくら晴れの日に自分の体をしっかり確認できると言っても、屋内で雨音を聞いている時の暗闇と同じなんじゃないかと。雨水によって実感できるものこそが本当の自分の形なのだ、と。そう、そうです。晴れていると、自分の形に確信が持てなくて、輪郭がぼやけていくような。自分が存在するってこと自体が、何かの間違いのように思えるんですよ。僕ら以外にはわからないと思います。この自分自身に対するよそよそしさ、煩雑さは。病気によるストレスで、何か心に変調が起こっているのかもしれませんね。そうかもしれません。でも、違うんです。何も考えずに雨に当たってる時の自分だけが、正しい自分なんだって、そういう確信があるんです。雨粒が肌に当たる感覚と寒さだけが、自分の存在を実感させてくれるんです。自分は今ここに立っていて、寒さと惨めさで思いっきり拳を握りしめていて、
寒くて仕方ないけど、この寒さがある限り、自分はここにいられるんだ、と。小林さんみたいな、没頭できる仕事とか居場所とか、自分を見つけてる人には、わからないかもしれませんけど。そうですか。聞かせてくださってありがとうございます。いえ、すみません長々と。同じような話、多分もう何人からも聞かされてるでしょ？そうですね、皆さんにたことをおっしゃいます。その度に、その感覚を理解できないことをもどかしく思います。できない方がいいですよ、絶対。対象者が立ち上がり、伊林研究員はそれに付きそう。天候は小雨に変わっている。結構降りそうですね。感覚はまだ無事ですか？部屋まで戻るならご一緒します。もう少しの間、話し相手になりましょうか。いや、大丈夫です。ちょっと外に出てくるだけなので、小林さんは、早く戻った方が良いですよ。寒くなってくるでしょうから。対象者は壁に手をつきながら裏庭の方向へ向かう。窓の外にはすでに裏庭へ出た人々が立ち尽くし、無表情で空を眺めているのが見える。